はい、ご覧いただきました第51回声優声優のお時間でございました。本日のスペシャルゲストはですね、ケンプロダクションより富田康代さん、そしてエビフライピーコさんです。かわいい、ありがとうございます。どっちしていいか分からない。富田です。じゃあまず富田ちゃん、今日いかがでした？無茶振りでどんぐりと山猫持ってきちゃって、でもすごい楽しかったです。いやー、ありがとうございました。実はうちの音大 の、 あの藤原啓二さんがですね、宮沢賢治さん大好きで、すね、はい、僕あの豊かの星とか、なんかいろいろさせていただいて、なので宮沢賢治さんの名前見た時はちょっとなんか運命を感じました。あ、本当ですか。すごい、これはもう全ですよ、全部これやりたいと思って、ちょっと時間長かったら、どっかかいつまんでと思ったんですけど、かいつまめないだろうと思って、はい、させていただきました。ありがとうございます。さあ、そしてピーコちゃんいかがでした？あ、私ね、最後ちょっと出て、ちょっともうちょっと出ればよかったわよね。今が出所ですよ、ピーコさん。やった、私の番組スタートします。今から、イエイ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 、ありがとう。じゃあピーコちゃんはちょっとコラボ、あ、そうそう、うん、ちょうどオレンジだからね、うん、おー、秋葉のね、はい。じゃあ今度はアジフライの格好しよう。楽しみにしてます。じゃあ僕はタケフライで。そうだね、はい、じゃあ何フライ、あ、飲みフライ、じゃあイカフライ、あ、イカフライ。イカに失礼だろ。さあ、オーガハヤだ。はい、いや、初めて紙芝居をやらせていただいたんですけど、めちゃめちゃ楽しかったです。あ、嬉しい、嬉しい。いやもうね、ほんと楽しかったで、またぜひやりたいですね。はい、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、絵を見れなかったので、あとで、はい、見てみます。 YouTube で見ます。はい、楽しみにしてます。はい、ありがとうございます。はい、いいねボタンをお願いします。チャンネル登録もお願いします。オーディション TV でも配信しておりますので、そちらの方もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。では今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。先生の時間でした。またねー。